30分ごとで最後またねちょっとセッションできたらなと思いますので、今日は素晴らしいアーティスト、本当に僕の大好きなみんなに紹介したいアーティストを、お呼びしております。次は猫谷子さん、お楽しみください。最後ありがとうございました。岡田光明でした。イエーイ、イエーイ、最近仕事を辞めまして辞めて、僕10月4日誕生日なんですけど、30歳の誕生日、今のところ確実に無職で迎えることになります。ありがとうございます。で、なんかありがとうございます。なんかまあ何がしたいかなと思ったんです、自分で。本当に今何がしたいんだろう今俺って。まあ音楽なんですよね今やりたいこと。まあ将来のことは分かんないんですけれども、だからツアーに出ようと思って、10月後半から12月頭でまで、まあちょっと岡山、関西、中部、関東、中部、関西、岡山、広島ということでまた戻ってきたいと思います。やりまくろうと今計画しております。で、要は仕事がないので暇なんですよ。暇だと人間どうするか知ってます？考えるんですよね、いろいろ余計なことそうですよね、人が多いと思います。で、いらないな、愛についてちょっと、愛について深く考察してみました。最後に愛を叫んで帰りたいと思います。ありがとうございます。イエイ